よし、今日の業務終わり。お願いします。あれ、今日出勤日だったっけ。昨日の仕事が残ってて急遽出勤したんです。もう終わりましたけどね。そうだったんだ。 SNS で知り合った人がこれからデートなんですよ。いいじゃないの、頑張ってね。どんな人が来るんだろう、楽しみだな。お待たせ。部長？何言ってるの。私言うなよ、 SNS の。あっちにいい景色があったから行ってみましょうよ。そっか、確かによく見ると髪型とか違うよな。仕事のしすぎでキス部長に見えんのかな。それにしても暑いな。なんか急に日差しが強くなってきたな。行こうぞ。あ、鳥だ。どこどこ、傘が邪魔で見えないよ。あ、猫だ。え、どこ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 、ちょ傘が邪魔で見えないよ。ちょっとどこどこ、え、見て、ライオンが歩いてるよ。え、どこ、だからもう傘が邪魔で見えないって。いや、今日は楽しかったわね、高橋さん。結局何も見えなかった。だいたい邪魔なんだよな、あの傘。傘場って何も見えやしない。そんな時に有効な商品が傘くくるよ。邪魔な傘を瞬時に畳むことができるし、自分の傘の目印にもなるわ。すげえ、それさえあれば傘もなくならずに済むね。ええ、お買い求めはぜひエランドショップへ。ひょっとしてあなたはキス部長ではないですか。それはもしかして